瀬戸大橋の下はとても広くて遊びたいけど電車の音がうるさーい。ヒュー、ここは日本、瀬戸大橋はここぐらい見えない。ヒュOHK ナンション、ぜひ見てね。こっち向いてこっち向いて笑ってサウナです。はい、今日は瀬戸大橋の下に今いますね。この上が瀬戸大橋の下です。まあでもでかいね。でそしてここには綺麗な海があるのでとてもいい景色だね。じゃあちょっとあそこの、まあ、座るところでちょっと景色を見たいなと思います。どこら辺にしようか。登れん、全然登れん。まだもう景色がめっちゃいい。登れるからちょっとこれ登れん。向こうに見えるのは四国香川、香川かな、香川があそこに見える。
はい、今日はちょっと短い動画だったんですけど、今日は瀬戸大橋の下にちょっと来てみました。まあでも、海の景色も見れたし、あと瀬戸大橋の下も見れたのでとても良かったなと思います。そして次も来れたらなと思います。それでは終わりたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。本日お送りしましたのは岡山キスタリンと YouTuber のサラでした。それでは皆さん See you! バイバイ。海に来れたの万歳。YouTuber さんのちょっと聞いてよ。準レギュラーとともに楽しくお送りしています。みんな聞いてね。OHK ナンション、ぜひ見てね。ルファエさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。